皆さん、おはようございます。本日は熊谷基地桜祭りにようこそお越しくださいました。私たちこれからのひとときですね、約45分間のほどですね、航空自衛隊航空中央音楽隊の演奏でお楽しみいただきたいと思います。私たち今日7時15分に立川市で出発してきたんですけども、あちら雨降ってましたね。結構降ってたので、今日はちょっと残念な桜祭りになるのかなと思ったら、だんだんこちらに近づくにつれて雨が止みまして、今やもういいお天気になってますね。でも桜もぴったりとも満開で、なかなかこういう満開の日に桜祭りをぶち当たるというのはなかなか難しいんですね。何十年前はなかなか桜が咲かなくて、当日一本だけなんとか咲かせようってんで、ビニールシートってストーブでこう下からやって、やっぱり咲かなかったっていうことも昔ありましたね。当たり前だろうと思うんですけどね。まあそんなこともありましたけど、本当に今日は皆様の心がけがいいんですかね。もう満開でいい日になりました。さあ、私たちこの航空自衛隊航空地方学隊の演奏聞いたことがあるという人いらっしゃいますか？あ、結構大勢いらっしゃるんですね。ありがとうございます。じゃあ僕のこと知ってますなんて、そんな人いないといいんですか？あ、いるんですか？じゃあ今日もまたいつものギャグでいきたいと思いますので、知ってる人は苦笑いしてください。さあ、それでは早速ですね、指揮者を紹介させていただきます。音楽隊ゴミ淵敦史二等空尉です。ちょっと外は暖かくなってきたんですけど、まだまだ体育館の中ちょっと肌寒いかもしれませんけど、私たちのこの暑い演奏でですね、ちょっとでもホットになっていただいて、身も心もホッとしたななんてね、ことになっていただければと思います。今笑うとこだったんですけど、すいませんでした。もっと元気に全開でいきたいと思います。さあ、それでは最初の1曲目なんですけども、1974年、今から42年前の全日本吹奏楽コンクールというのがあるんですけど、アマチュアの吹奏楽団の皆様が腕を競い合うコンクールなんですね。その時の1974年の時の、コンクールの課題曲を1曲お送りします。なんとタイトルは高度な技術への指標というですね、タイトル通り非常に高度な技術が必要なんです。で、今日は、アマチュアがやる課題曲ですので、私たちプロのバンドがですね、アマチュアと同じテンポでやっても面白くないだろうって、かなり指定テンポよりも、正直めちゃめちゃ速いですよね。どこまで速くできるのかは、やってみてからのお楽しみということで、お送りします。高度な技術への必要です。
かがでしたでしょうか。1974年全日本吹奏楽コンクール課題曲より高度な技術への指標をお送りいたしました。実は学生の頃これ演奏しましたよという人いらっしゃいますか。今から42年前ですから、おそらく54、5以上の方だと思うんですけど、いらっしゃいますか。さすがに、あ、いらっしゃいますか。おめでとうございます。今日はじゃあ懐かしかったんじゃなかったですかね。ありがとうございます。川出コーチの高度な技術の使用をお送りいたしました。